すげえな。ハンターへの道、教習資格認定申請、射撃講習編。初心者講習を突破、次の手続き、教習資格認定申請。自動車免許で例えると仮免許のようなもので、路上教習のように銃の実技を行う申請、管轄の警察署で手続きをします。必要なものは医師の診断書、銃刀法様式2、本籍地記載の身分証明書、3、本籍地記載の住民票、4、顔写真2枚、5、収入証紙6900円、6、経歴書、住所歴、職歴等、7、講習修了証を持って警察署へ。ここから警察も本気を出します。貴様覚悟はあるのか。ガチの身辺調査が入ります。自宅への訪問調査、近隣、友人、職場、同居人や最低3名は聞き取りをします。近隣には防犯の一環で聞き取るそうですが、内容は教えてくれません。職場、友人、家族にはズバリ銃を持たせて大丈夫、聞くそうです。日頃の行いが出ます。もし一人でも悪いことを言ったら、結核理由として許可は出ません。35日ルールがあるらしく、約1ヶ月以内に結果が出ます。通ると次は射撃教習になります。自宅訪問は銃の保管場所予定などの確認ですんなり終わりました。そして待つこと32日、許可が出ました。30日過ぎた時は正直焦りました。警察署で教習資格認定証を受け取ります。次、射撃教習。射撃場にて教習を受けます。同時に火薬常時の申請も行いますが、要は撃つ許可は得たが銃弾を持つ許可はない。猟銃用火薬類等常時許可申請、手数料2400円。銃と弾別物です。警察のホームページより3部あります。弾の消費計画、使用する銃の種類、記入し即日交付されます。仮免許証みたいなものです。次はいよいよ実技講習になります。最寄りの射撃場に予約をし、売って教習を受けます。私は銃砲店経由で予約をしました。その方が少人数で短時間じっくり教えてもらえるとのこと。個人で予約すると5人1組で長くなる。銃砲店の行為により元国体選手の教官にマンツーマン指導をしていただきました。教習費用39,600円。飛んでる標的を撃つ、25発中2発以上命中で合格となる。随分緩い基準と思いますよね。まず当たりません。そんなに簡単ではありません。撃った時の衝撃は1トン、3キロの銃が重いのなんの。5発撃って肩が壊れました。その後は撃つたびに肩をねじられる感覚。初心者は射撃姿勢もままならないから、衝撃がもろに肩に来る。撃ちまくって慣れる必要があります。ちなみに初めて本物の散弾銃を持ち弾を装弾した時、手が震えました。銃とは生き物を殺すための道具でもある、引き締まる思いでした。教習は2時間もなく無事終了。50発練習後、25発の試験。コツをつかんだ私はみるみる成長。25発中15発命中、1発合格でした。ちなみに不合格はいないそうです。当たるまで撃つから。教習は必須のため著名人も来るそうです。ヒロミや加藤浩次より上手いって。当たり前じゃねえからな。ところで画像が退屈ですよね。もっとリアルな動画や写真を見たいですよね。
よく見る海外の動画のようにガンガン撃ちまくったり、弾をジャラジャラしたり、銃を移したり、日本じゃできません。速攻呼び出しくらいます。銃刀法、早く取締り法違反、そして銃所持許可の取り消し及び罰金以上の処分。銃と弾の管理は厳格に定められている。銃社会の国とは違う。部活にアップできません。射撃場より教習終了証明書が交付。次の申請、銃の購入契約。銃法店で散弾銃を選びます。射撃用、狩猟用と分かれるが、水平2連銃、上下2連銃、自動銃、レバーアクション銃、スライド式銃。やっぱこれだよね、レバーアクション。ガチャンってやりたいじゃん。でも使いづらいから自動銃でいいや。グレー射撃は上下2連、狩猟は自動銃が主流。迷った結果、両方できるオールラウンドの自動銃にしました。ベレッタ、中古です。結局射撃用と狩猟用で2点は必要になるらしい。決め手はゴールデンレトリバーの彫刻、ヨモギだ。シッターです。ゴールデンってことにしよう。さて、散弾銃のお値段おいくら万円か。ベレッタ A390 14万円、ガンロッカー4万1000円、弾ロッカー1万7000円、射撃ベスト、クリーニングキットとか3万円、合計248000円税込み。何を始めるにも初期投資は必要だが、弾代は別途、なかなかお金がかかります。ここまで来るのに90日、手間と時間もかかる銃砲所持許可申請。ハンターへの道に、あともう少しまで来ました。だいぶはしょりましたが、銃の譲渡承諾書を提出し、最後の所持許可申請を残すだけとなりました。次の動画では狩猟免許についてアップします。クレー射撃だけなら不要ですが、狩猟が目的のため必要になります。次回、ハンターへの道半、第一種狩猟免許試験。ご視聴ありがとうございました。